続いては方言ニュースです。今日の担当は上地和夫さんです。はい、最後数よ動画上かなっておわちみせみさて中夜8月の3日旧暦うちなぬくゆめ中夜7月の6日6日にあたといびん中琉球新報の記事からうちなんニュースうちてさびら中のニュースを川平さんが世界ポスター展で優勝でのニュースやいびんゆでなびら世界的なポスター公募展のポスターリストインザワールド2022の最終審査がこのほど行われ、ソーシャルポスター部門でグラフィックデザイナーの川平克也さんの作品が優勝しました。世界ウーティンな高さるなうちょるポスターの公募展ポスター資金からぬちあちみて売りすぐり通るポスターいらり展覧会ひらちゅるポスターリストインザワールド2022の最終審査一番な姉妹の審査調べがくぬめあやにソーシャルポスター部門を通ってグラフィックデザイナーの川平克也さんの作品、価値ちくたるおいいが優勝さびた。作品のタイトルはストップワーで、ロシアのウクライナ侵攻を受けて制作した作品です。この作品会ちくている、題名なあや、ストップは戦ややみりでの題でやって、ロシアがウクライナ海戦仕掛け通しんちうりちこたるいいなといび、ストップの文字を涙を流す顔に見立て、戦場を戦場を目の当たりにした戦争被害者の心の声を表現しました。このストップンディルジーや、なだながちょうるちらにみなち、戦場となたる、この戦の飢餓人の心の悔い、思い、勝ちえびん。公募展には、世界中から15,336 点の応募があり、6つの部門でそれぞれ一人が優勝者に選ばれました。この公募展会や世界中から15,336の応募申し込みのあて、もうちの部門を通って注意な優勝者の選ばれやびたん。社会問題をグラフィックで表現するソーシャルポスター部門で優勝した川平さんは、沖縄戦で20万人以上の死者を出した沖縄から世界に向けて平和の大切さを発信できたことは意味がある。ストップワーの実現を祈っている。社会問題、資金の波火事、グラフィックさに表するソーシャルポスター部門を通って優勝しみそうちゃる川平さんや、うちなの戦を通って20万人甘いのちのまわしみそうちゃん、このまわしみそうちゃるこのくのうちなから、世界委員会にかって平和の停止さ、知らせることのできたん、売りに意味の案、ストップワーになれること、神にげそういびんち、話しさびたん、話しました。川平さんは、去年、県が開催したマンホールデザインコンテストでも優秀賞に選ばれており、この川平さんや、九十、県が無用さるマンホールデザインコンテスト部等ティン優秀賞会選ばっとおい、今後の抱負として、
平和の大切さを伝えるために全力で沖縄から発信していく。川平さんの栗から後の道の思いとせ、平和の大切さ、停止し、さ、しているために、後かじりうちなから知らすん、んち、一応いびん、述べました。昼夜、川平さんが世界ポスター展を通って優勝でのニュース、んじゃる、ちいたちの琉球新報の記事から打ちてさびたん。また、あちゃ、ゆしりえびら、にへいでびる。ありがとうございました。今日の担当は植地和夫さんでした。